どうも、エルザです。それでは、ポケモン、ソードしやっていきたいと思います。今回、ワイルドエリアからのスタートなんですが、まあ、次のジムチャレンジするために移動をこなしていくという感じですね。ワイルドエリアで新しいマップの方に行けるんで、まあ、もともと行けるんだけど、なんて言ったらいいかな。行けるというよりかは、その、次の場所に通れるようになったというのが正しいね。正しくはね。じゃあ、ここあたりでアイテム回収して、ちょっと行きますか。まあね、このあたり結構次強かったからね。カビゴンとか出てきてたし。さあ、無事通ってきました。じゃあ、次のね、場所に行きたいなと思うんですけど。まあ、このドラゴンの顔も印象的だよね。そう、ジムバッジの確認と、そう、これをしないと通れないんでね、エンジンシティはね。さあ、ここでビート君とポップ君の結末が分かると、まあ憎たらしさがさらに上がるっていうねまあでもそのここら辺からね、いろいろとその、なんだろう、負けてるトレーナーというか、味方のトレーナーだったりとか、苦悩と葛藤がね、見えるのはちょっと個人的には好きだったなーっていうところでしたね。さあ、ポップ君と会った時どうなるのか。
Thank you.
さあなんだかんだあったけれど、まあ、結局ジムチャレンジはするということで、斉藤のところに来ましたね。格闘ポケモン、ここはソードシールドでトレーナーが変わるんだよね。なんで僕はソードなどで格闘タイプというところになります。実際ゴーストだったかな。ここはまあ下にどんどん降りていくという感じで、コーヒーカップをぐるぐる回しながら進むといった感じですね。さあ斉藤さん、あ結構人気なキャラだよねこのキャラはね。確かにデビリーダーの中でも好きな部類の方だよね斉藤さんはね。まあといって格闘タイプなんでがっつり倒していきたいなと思います。
Thank you.
さあ、ジムリーダーも順調に倒してここまで来ましたね。ポプラさんね。ピンクのユニフォームを着てみなさい。あ、ピンク、ピンク言ってたもんな。さあ、ということで、出ようとすると、お待ちと。ポプラさんが、ちょっとね、移動するらしいんですよね、ナックルシティね。まあ、戻りましょう。そして、そこで、ビートと会う。
さあポップくんもねなんとか吹っ切れた様子があってまあここでバトル終わったわけですが、まあ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 元通りという感じかな。はい、ということで今回はここまでとなります。まあ残りのバッジをねどうにかして手に入れてチャレンジをしていくという感じで、まあねチャンピオンを目指して頑張っていきたいなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。